南原、2ヶ月ぐらい前、南原が試合ドタキャンしてたんだけど、2ヶ月前だったら多分そこそこいい試合になったんだけど、申し訳ないけどこの2ヶ月でめちゃめちゃ僕強くなって、多分今回はボコボコになると思うんですけど、覚悟しておいてください。年末年始は病院でお過ごしください。頑張って。第17試合、本日のファイナルマッチ、青コーナーより箕輪浩介選手の入場です。選手をかけた男の戦い。でも箕輪くんめちゃめちゃ練習してるでしょ。僕よりも絶対練習量多いよね。ちょっと年齢考えて手加減とか知らないの？そんなさ本気になっちゃって。でも僕はねこう見えてベンチプレス93キロこないだ上げて、パンチめちゃめちゃ重いよ。もし一発食らったらそれだけで箕輪くん死んじゃうかもよ。まあ手加減していけると思ってるけどね。まあ蹴りも結構重いらしいけど、まあそれも手加減してやろうかな。じゃあ赤コーナーより南原辰樹選手の入場です。第17試合、イコン生産クリスマス、本日のファイナルマッチをございます。青コーナー天才編集者箕輪浩介。赤コーナーマネーの虎南原辰樹。なおこの試合には株式会社プリンシップル様より箕輪選手、南原選手両選手に激励賞の贈呈がございます。いよいよですよ、本日のメイン。はい、まあ、南原さんのこの体。いやー、箕輪さんのフットワークも早いですね。南原選手、おいくつ出てましたっけ？61ですね。61歳で、この肉体です。上半身、そして下半身の足の筋力。
いよいよ注目のカードファイナルマッチです。ラウンド1。井上康介選手です。さあ本日6秒の KO、 さあいかがでしょうか。ね、ちょっといろいろやりたい技があったんですけど出せずに寂しいなという思いと、でも何より僕と戦っていただいた南村さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。SNS ではですね、相当な量の、トレーニング、強化合宿を行ってきたようですけども、やはり前回のドタキャンに対して相当怒っていたと。いや、実際に別に怒ってないんですけど、僕なんか普通ができなくて、やったらもうとことんやらなきゃ気が済まない性格で、正直この半年ボクシングを中心に生活が組まれてて、まあセコンドしていただいた芸能社の社長の健二郎さんにとってはこいつ仕事しないでずっとボクシングしてるなって思ったと思うんですけど、まあ、セコンドまでついていただいて本当にこんななんかアウトローな会社だよなと思ってありがたいです。ありがとうございます。さあ南原選手にも少しお話を伺いたいと思います。あまりの奇襲の速さに驚いた。今日疲れた感じでしたか。ないんだけどな。やりますか。やろう。もう一回やろう。無礼になって何度でもお願いします。さあ、アンコール、そして何度でもと皆さんリベンジをねすぐにでもしたいという気持ちなんですけども、ぜひまた次回果た試合見えることを皆さん楽しみにしていると思います。はい、その前に勝ちました美濃選手が勝利者賞が出ております。ご紹介お願いします。ご紹介、小麦の奴隷の代表の橋本元気です。おめでとうございます。カネパン財布であれば1年分差し上げますんでありがとうございます。なんか最近森本が口を開けばパン屋の話しかしないんでこういうのも来るかなと思ってましたけど来ましたね。カレーパン1年分食べれないですけどね。ありがとうございます。お願いします。でも相当ね減量の方も頑張ったということですから、ぜひたくさん食べてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ではお子さん何か。いや、やっぱり年齢的なすごいハンデもあったし、だから社長にはその本当安全面を自分 A さんとして気をつけてヘッドギアを絶対につけさせろということで話をしていたんですけど、 お断りになられた感じですか。はい、その辺はもう意地でどうでしょうか。南原選手やっぱり公平じゃないですか、自分だけヘッドギアつけるのは。さすがのそのほとぼりを感じました。いや素晴らしい。あと箕輪康介さんにはたくさん話し合いもオファーをさせていただいて、箕輪さんからいただいたその対戦相手の条件がネームバリューのあるやつ、弱いやつ、逃げないやつっていうことでですね、この3つをいただいていたんですけども、弱いって言われながらですね、その南原選手も出てこられるそのメンタルの力とかですね、すごく私は感動してこの何ヶ月か過ごしていたんですけども、本当でも心配で止めさせていただいたんですけども、ぜひ南原選手リベンジありそうですか。グーということでございます。皆さん2人に大きな拍手をお願いします。箕輪選手、南原選手に大きな拍手をお願いします。それでは最後、勝
ビールとかハイボールを飲みたいから生きてるなと思ってて、それは仕事もそうだし、サウナもそうだし、ボクシングも結局この後の酒がうまいって、その一点で頑張れると。だからこの後サウナ行って、世界の山ちゃん行って、最後天一で締めたいと思います。この今日の一日の甘える日のために半年頑張ってきたんで、今日は死ぬほど飲みます。ありがとうございました。勝者の箕輪選手、大きな拍手をお願いします。素晴らしい戦いを見せてくれました。さあ、これから果たし合い、全ての対戦イベントは終了となりますが、今日出場していただいた全ての選手、全ての選手をリング上にお分けいたします。全選手、南原選手もお願いいたします。全ての選手を一旦リング上に案内いたしますので。